聞こえてるか天使たちの声がギブの教えを抱きさギブの流儀この番組は BNI 滋賀ニシキョウの提供でお送りさせていただいておりますさあこんばんは BNI ディレクターの清久隆之ですさあ今日も始まりました F1 オーツの看板番,番組ギブの流儀でございます日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと 思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組ですこの番組は BNI シガー西京都北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、今週もね、えー、皆さんお疲れ様でした、はい、ということで、えー、日曜日の夜ギブの隆起でございます、えー、先週のねオープニングで、えー、スペインに行ってきましたというお話をさせていただいたんですけど その続きをお話ししたいなというふうに思うんですけどまあとにかく往復がきつかったということでねはいであとねこう行くのにすごく行く前から嫌やったのがその往復の新幹線ね <laughs> でもう一つはですねあの言語 あの喋れないじゃないですか。向こうって英語も通じないんですよ。スペイン語なんですね。だからどど、どないやして喋ろうかなみたいなね。まあ、そういうふうにこう、そんな不安要素があったんですで。実際行ってみたらどうやったかというと、あのまあ、なんとかなりますね。うんあのうん、単語英語の単語を、まあ、 とりあえず何個かかぶしてたらとりあえず伝わるなみたいなまあ例えばその飲食店でもねこうメニュー指さして this one って言えば OKOK、OK OK、って言って持ってくるしあのまあホテルの人でもねこうチ,ェチェックインとかチェックアウトとかまあそれぐらいのことはねあの全然、えー、伝えられるので,で、まあ、タクシー乗っても、えー、例えばあまあ でホテルの URL とか、まあ、そんなのパッと見せたらそこまで走ってくれるし、みたいなね。とにかく、まあ、なんとか、行ったら行ったで何度かなんとかだな、みたいなね。まあ、そういうのがあ,ありまして、はい、まあ、観光もね、えー、多少できたんで、まあ、それはそれでよかったなというふうに思います。あと、ちょっと、もう一点、これがどうかなと思ったんですが、あの治安が悪いと。 いうね、えー、ことだったんです。例えば、あの日本とかでね、えー、飲食店とか入って、えー、多分トイレ行くと。で、その時に、じゃあ自分の荷物全部持っていくかと持っていかないじゃないですか。ね、あのー、置いとくでしょ。で、携帯とかも下手したら置いとくじゃないですか。でもそういうことを絶対やったらあかんみたいな、スペインは。もうそのまま持っていかれるみたいなね。で、えー、 例えば街中でも写真撮ってくださいって言って iPhone とか渡したらそのまま iPhone 持って逃げられるとかね、まあ、そういうふうに聞いて行ってたんですけど、うん、ほんまかいなと思ったんですけどほ,ほんまでねそれがあの実際に一緒に行った仲間が、えー、ショルダーの,あのカバン型からかけるようなやつをお取られたっていうねそこにもうパスポートも 全財産も全部入れてて、でも大変やったっていうねメンバーがいましたんでね、はい、ちょっとあの、うん、治安悪いっていうのは、やっぱりちょっとほんまでしたね、はい、だって、百何十人、日本が150人ぐらいいったかな、2人ぐらい <laughs> そういう目にあってる、まあ、僕は知ってるだけでね、あの2人やったんで、ひょっとしたら他にもあってるかもしれないんでね。 あの本まあ、もうちょっと気をつけた方がいいかもしれないなというふうに思いましたとにかくまあ遠いっていうね、えー、のが印象的ということでね、はいえー、そんなスペインの旅でございました、はい、さあ、今日もね、えー、先週に引き続き BNI のブルージャイアントチャプターのー斉藤さんに来ていただいてますので、えー、斉藤さんとお話ししていきたいなというふうふに思います。斉藤さんよよろろししししくくおお願願いいいまますすはい 今日はあの革新に迫ってみようかなと美容師、開業のね革新に迫ってみようかなと思いますので楽しみに聞いてくださいでは一旦 CM です FMO2 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会 そして一生の人脈滋賀ることができます北で検索かわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい能登川の樹木葬幸福寺梅花園はそんな望みを叶えます永久に改装せず土に帰れる花と木に囲まれたお墓ですまずは滋賀樹木葬で検索 平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたらお父さん住宅修繕ですよ異常気象対応の大津健材センター0 7 7 5 3 7 3 5 9 1 0 7 7 5 3 7 3 9 1にお電話ください ブのですこの番組は BNI 滋賀西京都北の提供でお送りさせていただいております、はい、では、えー、今週もね、えー、斉藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいまあ、先週ね、あのーまあ、開業6年ということで、えーまあ、6年を経てですね新しい事業をしようということで今あ美容室2階で脱毛を サロンも、ね、始められたみたいな、ね、そんな感じで、えー、お話しいただいてたんですけど美容室をね、あのー、うちの母親も経営をしていて、はいでまあ、僕の友達もね、えー、さっきあの選手も言ってましたけど、はいあのー、美容室として開業して、うん、僕、不動産屋なんですけど、はいあのー、そこの店舗をね、えー、まあ 斡旋してね見つけてきて、はい、で外借りる費用とかね家賃も、あのー、全部知ってるんですようん、うん、でどれぐらいの費用がかかったかも知ってるんですよはいはい、はい、実際斎藤さんは、はい、どれぐらいかけあったんですか会議の時に僕はま借り入れだけで1200万とかぐらいでしたねおおそれはもう、えっと、どれぐらいつぼすは <laughs> 何坪なんでしょつぼすはちょっとあんまり分からないです家賃差し支えなかったらどれですか、はい、家賃は20万ぐらいですほんならもう20坪弱ぐらい絶対ありますねぐらいなんですかねうん結構でかいところいきましたねまあ4席とシャンプー台2台入ってるので4席かはいーそれめっち,ちゃでかくはないかも分からないですけどあ、まあ、駅前か あ、そうですね。駐車場も全部込みで。で十五坪ぐらいかもしれない。あ、込みで。はい。ああ。十五坪ぐらいかもしれないですね。ぐらいかもしれないですうんで。駐車場にね、前にあって。駐車場にめっちゃあるんですよ。五台ぐらいあります。一位。そう、自由に停めていいの。はい。まあ、えー、スタッフも停め、外部も停めてるんですけど。えー、そうです五台ぐらいあります、ね。えー、あはい。なるほど。なるほど。一千二百万。ぐらい。全部借り入れ。そうです。もう、自己資金ゼロで。 ゼロで行ったんですかゼロで行ってやりました勝負しましたね勝負しましたえ国金ですかその時はもうお世話になってるあの銀行さんでああ<ー>、はい行けたんですねそうなんですよそれすごいですね、まあ、あんまり1200多分事業資金とかも込みで借りてるんで、うん、実際でも1000万ぐらいですかねその店舗とか全部入れたらうんう 僕あれですよ。不動産会社で、えー、っと、自己、自分のお金が、えっと、四百五十万。だから、親父に百枚もらったで。の五百五十万持ってて。はい。まそれと、それと同じぐらいしか借りれへんって言われました。あ、そうでしたか。はい,はい、はい。だからい、い僕は一千五十万ぐらいかな。あの、不動産会社始めて。はい,は,いはい、はい、はい。僕らって、その、供託金みたいなの。うん。 万ぐらい入れなかったんですよ、宅建協会とかに、それが結構あって、そうなのあるんですか、美容室美容室自体はなかったですけど、借りるときに契約金とか150、1 0万ぐらいか、それあるでしょ、不動産の、そうです、そういう意味ではないかもしれないですね、美容室は。ああ、まあないか、どっかの美容協会みたいに登録するとかもないないです、別に。まあ変な話 免許さえあ人を雇うんで管理美容と美容師免許と、うん、2>, まあ2種類いるんですけど、うん、それだけあれば問題なく、うん、なるほどなるほど、はい、だまあ割と簡単にって言ったら変やけど技術とお客さんさえあったら独立はしやすいただもう本当に全然その美容のことしか分からへんかったんで、うん その広告宣伝であったりとか、そういった部分、保険とか、そんなんも全然分からへん状態だったんで、ちゃんとやっぱり独立する人は勉強して、計画的にすることをおすすめします最初、苦労した、その辺は。なんかいろんな業者さんとかから電話とか、これやってみひん、あれやってみひんみたいな言われて、ホットペッパーとか、ホットペッパーとか、有名なとこはもちろんあれだったんですけど、知らないところで。 こう契約して,しまって、ね、ちょっとねもったいないことしてしまったっていうのもやっぱありありましたね後から考えてこんな高価なもん入れんでよかった、ね、いやそうですそうです、ね、もうあるもんねはいうんなるほどねだからそういうのはもうその例えばコンサル的な、うん、あのモデル的なその先輩とかもい ねまあ、一応、先輩とかに聞きながらはやってたんですけど、やっぱ分からんことだらけやったっていうのが正直なとこですね、うんうんまあ、でも、それでどうなんですか、その順調に返せていってるってことですね、そうですね、もうありがたいことに、7年でローン返済なんで、あと1年でやっと終わの終わります、すごいね、<laughs> 順調やん、はい、ちょっと頑張ってます僕のまあ残ってますよ <laughs> まだああそうですか、どうでした、こう振り返ってみて、何か、病死ですか、でも本当になんか長いお客様とかだったら10年とか来てくださったりしてるんで、ありがたいですもう本当にありがたいの一言というか、まあ、楽しかったっていう感じですね。うんうんうん 僕のだからその同級生の店って、はい、その広告宣伝も何もしないんですよすすごいですね面倒、うん、くさいとか言って <laughs> ホームページすらほぼないんかなはい、はい、インスタグラムだけだけでやってるね逆にそれも,も、ね、なんていうか、うんうんまあ、理想なんかな、うんあのー、でも昔ってそうじゃないですか多分確かにそうでしたね,ねうちの美容室もそんなやって でまさかやってへんやろうし、はい、SNS 自体なかったからね街の周辺の人が来るとかそういうことだったんでしょうけどあんまでも美容室って潰れるとかあんまないっすよねあんま広げたりしなければ基本的には潰れることはあんまないんじゃないかなと確かに。 思いますねあ現金商売やし、そうですね、美容室自体もその、さばけるお客様のキャパが決まってるんで、うんい、売れっ子のとこもいっぱいになったら、やっぱ違うとこに結局行くから、うん、そんなに潰れたりはないんじゃないかなと思うんですけどね。あんま聞かないですもんね、ここ潰れたとか、まあま、あいかんようになるっていうのは、それは当然あるんですけど、はいうん、そういうでまだ残って ってますからね確かにそうですね、うん、なんやかんやでね、はい、美容室ええな,美容,ややかな <laughs> 美容室めっちゃいいっすめっちゃいい、はい、店舗を増やしていこうとかそういうことは <laughs> あ自分はあまり思ってはないですねあ一店舗でやっていきたいなという感じですか、ねはい、やっぱり人を育てていくっていうのが、うん、まあすごく大変ですしコストもかかるそ,うそこにやっぱり注力したくないという そうですね。うん、そうです。今はまだその思ってはないかなっていう感じですね。なるほどねはい。一旦終了でーす。F M O T 新しいビジネスの獲得が可能になります。チームの仲間があなたを推薦してくれます。競合と競う必要がないビジネス環境。ビジネススキルを学ぶ機会。 そして一生 BNI 滋賀西京都北で検索それ漫画にしましょうあなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんか Web チラシパンフレットに使え集客をお手伝いしますタンデ,ムデザインで検索 FM ですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えますこれを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売しますあなたのご友人の声を f m オーツで流すチャンスですオンエア時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです 自作番組を放送したい方がいらっしゃったら「f m オーツ」をご紹介ください電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける「f m オーツ」からのお知らせでした はい。でまあ何かのきっかけで B.A. ナイトで会うっていうね。ここででそうでございます。で B.A.、えー、大メンバーになられて半年ぐらい？はい。ええ三ヶ月？まあ三ヶ月はい。はい。どうですかあの紹介的なものは？あそうです。まあでも内部が今はすごく多いんですけど、うん、その B.G. の方が来てくださるっていう感じですね。はい。まあそこから。 髪の毛切りにも来るでしょ、当然。来てくれはります。そっちのほうが多いでも、そうですね、半々ぐらいかもしれないです。それは嬉しいんですか、悲しいんですか。いや、嬉しいは嬉しいです。よね別に、まあそれはそれで、売り上げ、カテゴリー違うけど、伸ばしていきたいのは多分、脱毛で入ってあるから、脱毛の方なんでしょうけど、美容室、髪切る人が増えても、売り上げ、売り上げですもんね。はい うんでまあ、今その、チャプターにいないですもんね、美容室、ね、そうなんですよ、うん、今のところ、ねはい、だから別にそれ,それはそれでいいですよね、全然ありがたいです、なるほど、うん、でもそこからさ、その先ですよね、もうちょっと宣伝ができたらいいんでしょうけど、その僕らも脱毛。 美容室とかは、はい、結局相性があったり、たようになかなか変えられへんといか、自分が行ってるところまね、コロコロ変えてある人はいんのかちょっと分からへんけど、うん、もう僕らは 20, 20年ぐらい行ってんじゃん、うん、すごいですね、ああだだもう、うん、例えば追い返されても、はい、じゃあ、ブンカット行くかとか、あんまお思わないというか、またもっぺん。 あの行くんでね、うん、だそういうことやと思うんですよね、であと脱毛とかも、まあ、結構いろんな店、はい、大手も含めてあると思うんですけどその、なんか斉藤さんとこが売りにしてることって何なんですか、はい、うちは、まあえーと、大手とかよりも、まあ、個室で。うん やってるっててるうのとマシンが最新のマシンなので、うん、白髪とかあの無理って昔言われたんですけど、うん、最近は白い毛とか産毛にもいけるようになったりとか鼻、うん、毛とかの脱毛もできるので設備の面でもそうですし、うんまあ、いいスタッフが揃ってるっていうのも強みかなとは思ってるんですけど、うん、予約も取りやすい、うん、あの次回予約を入れているので、うん、あの回数券を買ったけど 予約が取れへんということがないように、顧客数をしっかり管理しているというのが、大手さんとは大きな違いかなと思いなるほど、はい、なるほど、料金的にはどうなんですか、その他と比べ、まあ、一緒ぐらいですか一応、料金的にもいろんなとこ比較はしてたんですけど、うん、うちはこう母体が病室なので、比較的まあ低価格で出せてるのかなっていうのと、うん、大手とかは結構500円とかで集客して、 出るときには30万とか、結局、膨れ上がって出てるっていうのがあるんですけど、うん、まあその辺もうちはクリーンにしてるというか、うん、ちゃんとあの値段は先に提示してさせていただいてるので、うん、価格的には多分、良心的な価格にはなってると思います12回で6万って時ヒゲ脱毛で、はいいそれぐらいです、ねあまあ、なんかこう、ボイによってまた値段が、全、はい、身とか、ちなみに全、はい、身はね、男性と女性で違うんですけど、うん、女性で大体20万とか。 男性やったら男性35ぐらいです、なんで男性の方が高いあの単純にあのお体が大きい方が多いので、はいはい、身長で制限で値段を変えてしまうのはややこしいので、はいはい、もう男性、はい、女性で金額帯を分けています、<ー>もう使うジェルの量もそうですし、<ー>はい、男性って、全身って、なんか女性に見られるの、ちょっと恥ずかしい感じですよね。 そうです。男性は VIO はやってないというあ、そうなんですよ女性はやってるんですかそうですよねはいほか男性どこそれ以外やったらあっすねとかあ、足とかはい。足と腕腕とかひげはい。鼻脇脇もそうですねああ、なるほどやりますねうんね無駄なまあなんか僕はき聞いたら あの昔、先生に聞いたのは大事なところに毛が残ってるんやでって言われたことある <laughs> 確かにそ,ううそんなこと聞いたことありますけ、ね、どそれを沿ってしまうっていうのがあんまりどうなんやと思ったんやけど <laughs> 今回僕はその旅行長期の旅行で <laughs>、はい、ああいらんかもってい,やいらないですでも堀エモ門が、はい、あ,のあの人もほらちょっとあの収容されてたじゃないですかはいはい、はい その時にあに、のー、やっぱり自分の刑とかが落ちるんですってそう落ちるわね、はい、無駄な刑がねそれを見たときになんか、あのー、これ無駄やんと思ったらしい <laughs> <laughs> だから全部脱もしたって堀右衛門は言ってましたよねまあ確かに分かる気がしますよね。うん、そそうううですね、うん、だからそういう なんか日にえば旅行行ったりとか、うん、なんか牢屋に入ったりとか、まあ、そういうねあに、のー、ふと思うかもしれないですね、そうですね,ですねこのけいらんやんみたいな、ね、そうか、ブルージェイ・ンド・チャプターね、楽しいです,か楽しいですよ、皆さん、優しいですし、でもオンラインですからね、なかなか、あのー、実際に会ったりしてます そうですね。なんかそのランチ会とかがあったら、自分も予定が合うときは参加するようにしたりは、はいうん、それはその方がいいですね。はい、うん。なんかこう誰と仲いいとかあるんですか。もう個人名出しても大丈夫な番組なんですかね。<laughs> 誰と仲いい。<laughs> そう。一番でもワンツーワンとかでお会いして中安部さんが一番よく会ってるんですかね。あ中あ。そう仲安部さんはななんでなんですか。そのメンターとかそういうことですか。なんかね、まあワンツーワンさせていただいて。 でその後うちお店であのマネースクールみたいなやっていただいたりとかお客様とつないだりとかやり取りが一番<ー>ま最近出たら一番多かったかなの入会されて、はい、あの誰が一番。 優しくしてくれるって言います。<laughs> 個人名出してもいい部分で <laughs> みんなさん優しかったですけど、あ、みなみさんとかなるほどね。はいはい優しくあおきさんもすごい優しかったですし。あおきみなみはい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 、他は他は、はい、みんなっすね。あ、よしだけさんとかあ、よしだけさんね。はい。はいはいはいもうなんかあれですよね。まあ まあそれブルージャントでいうとクリーンナップ、3番、4番、5番ぐらいの感じですね、もう、面白くないですね、なんかあまり。考えてるやん、いやいやいや、めっちゃ考えてるやん、もういいやんや、緊張して、緊張してないでしょ、もう2周目ですよ、もう終わりですよ、これ、あと5分で。 言葉がちょっと緊張しでも、ままあ、まあその辺は優しく接してくれたと、はいはい、やっぱり、でもそれってすごい僕大事だと思ってて、うん、結局そうし、なんでそうせえへんねんって思わないですかうん、うん、例えば、最初、はい、の後にも、うん、例えばメンバー入ってくるじゃないですか何年やらうるか分からへんけど、はい、まあ例えば1年後経って、はい 新しいメンバー入ってきましたとはいで別に放置することも別にできますよねその人まあそうですねけど相手することもできるじゃないですか、はい、そうやってでどっちが得やねんって考えと時にうん、うん、どっちが得,も確かに得や思います <laughs> 相手する方が絶対いいじゃないですか、はいうん、多分その3人って分かってるんですよそれを多分ね本能的にはい、うん、だからいく,いくんですよけど 分かっててやらへんのか、あの、うん、うん、まあ、どうなんでしょうね、でもその3人って、共通の点ってあるんですよ。うん、そうなんですか仕事が、保険、<laughs> そうそう、中山さんもそうで,しょ <laughs> ほんまですね、大体ほら、そういう人ってやっぱりね、そうなんですよ。あなるほど。そういうことなんですよ、結局は。 だそれはそ,れそうするよねっていう、別に美容師さんでもね、はい、そうしたら、やっぱね、別に見えないなんか、もうひとときのもんじゃないですか、うん、まあバカンスみたいなもんじゃないですか、かはい、ずっとやらないでしょ、もう永遠にやるかどうかわかんないじゃないですか、バカンス,みた,カンスみたいなもんじゃないですか、はい、だかその時にいかにね、こう、うん、なんていうか、顔と取っか、はい、そのまあ、 主体的に関わるかっていうか、それがものすごくやっぱ大事なるほどちゃうかなと思うんですよ、はいど、どうせやんにやったらね、はいうん、どうせやんのやったら、やっぱりいいふうに覚えられたいっていうか、うん、確かにそうですね、うん、結構意外と悪いふうに覚えられる人もいるんですよ、へ<ー>うん、僕も十何年やってて、はいうんで、それってめっちゃ損じゃないですか、そうですね。うん、だかららどうせやったらやっったぱり 僕も一と言言えへんですよ、記憶大嫌いっていう人も中にはいたと思うんですけど、それはそれで、もうしゃあないですけど、できるだけやっぱりね、これからずっとね、たぶ立党で商売していかんやったら、いい風に思われた方がいいんじゃないかなというふうに思うんで、だから新メンバーさんにやっぱり優しくしてあげるといいかなというふうに。 思いますかね、はいはい、この番組、ギブの流儀っていうんですけど、はいあのー、そういう意味でこう、ギブ、斎藤さんのこう、はい、ギブって言ったら、まあ、どういうことやと思いますなんか連想する言葉でギでま,まあ美容師とか,か、えー、BNA とか関係なしに、僕はそのお店の理念っていうのが、うん、美容を通じてと自信と笑顔と綺麗をっていうのを理念にしてるんですけど、はい、自分のギブっていうのは、お客様を。 元気にするじゃないですけど、うん、綺麗にして楽しんでもらって帰ってもらうというのがギブかなとは思いますね、うん。でもそうやったらやっぱりまたお客さんも帰ってきてくれるっていうか、はい、あそこ行ったらこう綺麗になれるとか、うんはい、元気になれるとかいうことですよね。はい、それをこう繰り返し掃除効果で繰り返しいくみたいなね今後のなんかあの夢とか、はい、目標とかあるんですか そうですね。もう、なんか、僕は本当に美容師しかしたことがないので。のいつかは飲食店をやって。なんか、お客さんとかが、美容室のお客さんも飲みに来てくれて、一緒に。飲めたらいいなと。ぐらい、思ってます。なるほど。はい。あのー、あの、重大なミスやったんですけど、店の名前、一回も言ってへんないですか、はいあ。そうでした、はい、すね。最後に。店の名前を。店の名前、ルアナと言います。うん、ルアーナ、栗東駅の。はい。栗東駅の東口の。はい。 徒歩三分ぐらいのところにあるルアナ。ナはい。ホームページあるんですか？ホームページはあったんですけど最近閉鎖してしまいまして、あのインスタグラムだけ。インスタグラムでとホットペッパーに。ホットペッパーでルアナで検索していただいたらということで皆さん行っていただいたですね。あの FM オーツを聞いたって言っていただいたら千円引きになりますので。任せください。よろしくお願いいたします。はい斉藤さん二週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。はい。 さあいかがだったでしょうかギブの流儀今週はお疲れ様でございました来週もギブアーズゲンの精神で頑張りましょうではおやすみなさい